おはようございます。6月8日第655回ポコナカワイアニマルラジオになります。昨日はちょっとね遅くまで、飲んでしまいまして、今日は声がちょっとガラガラしている感じですけど、まあ体調的にはねそんなに遅く、まあ遅くなったんですけど朝までしっかり寝たんでね、全然爽やかな朝を今日は送れています。二日酔いでダメな人が結構あるんですけど、今日はね、さっぱりとした朝を送っております。そして、今日はねゴールデンフレームで行こうかなと、久しぶりに、まあ、定期的にちょっとね記録も含めて、綺麗なやつ2匹をね乗せていきたいなと思って乗せたんですけど、まあもっとね色が薄かったというか黄色い部分ばかりだったところに、まあなんかラーメンのなんかナルトマークみたいなのが出始めてきてね、薄くなって消えるのかなと思ったら、まあ、案外そこがまた復活してくるんだなっていう感じなんですけどね、これがどこまで復活してくるのかも含めて、まあ、今後、ね、よく見ていきたいなと思うんですけどかなり黄色い状態にはなってるんでね、これを維持できたらすごいんでしょうけど、まあ、おそらくこのパターンでいくと模様が薄くなっているところがねこれから濃くなってきてね、ある程度濃い部分が増えた感じになるんじゃないかなっていう予想なんですけど、まあそれはそれで綺麗でねいいのかなとは思っています。でもう一匹のおぎれの方のね、こっちはオレンジ色が強いんですよね。同じ環境で飼ってるんですけど、こいつはオレンジが飛ばないんですよね、なかなか。でこいつにもちょっと期待をかけてるんでね、今後の成長が気になるんですけど、ただこっちの右のねゴールデンフレームのようにね伸びがねここまでガッと伸びないんですよね。同じ瓶で多分ほとんど同じサイズで入ってきてるんでしょうけど、まあ、結構個体差があるなっていう感じです。で別に野菜を食べさせてるわけでもなく人工飼料のみっていうね、飼育方法なんでね、だ本当はなんか菊草とかね補定層をあげるといいよとかって話も聞くんでね、ちょっと補定層をやる方向でね、考えてみようかなと。まあ補定層これからの時期増えやすいんでね、何個か買ってきてちょっと増えたらその都度ね足して食わせるみたいな感じにすると、まあ、より勝ちっとしやすいんじゃないかなっていう話をね、ちょうど昨日していたんでね、まあ、それを実践してみるのもありなんじゃないかなと思っています。まあ、ゴールデンフレームたちはちょっとね温室育ちにしすぎちゃってるんでね、もうでも大きくなったんでね、そろそろちょっと入れ物を変えてね、違うステージに持っていくべきなのか、ただでも白枠のところで飼っていてねこんな感じになってるんで、白いところでもうちょっと飼育してねある程度伸ばしてから、やるのがいいのか、まあ、非常にちょっと今悩ましいところだなとは思っていて、どうするかねまだ、決まっていない感じです。なるべくね黄色い部分、まあ、オレンジの部分が多いままね育ってほしいっていうのがまあ希望なんでね、そこに持っていけるようにしたいなとは思うんですけどね、まあ、ちょっと今日は試しにねこのまま天気がいいんで出しといて夕方回収してみようかなと。この水槽ね一応日が当たるところにあるんでね、室内からまあちょっと日が当たる部分出して変化があるのかどうかっていうのを、まあ一日でねどうこうなるものじゃないとは思うんですけど、まあ太陽光をちょっとね浴びやすいような場所、まあ太陽光が浴びるっていうのは直接当たるわけではないのと曇りガラスなんでね、一応かなり強い光線は遮断してくれてはいると思いますし、まあ壁に寄せるとね影がしっかりできる位置なので、でまたその上にね水槽なので水に入れたままという感じなんでね、危険な日向ぼっこにはならないようにしようと思っています。まあ、今日もね朝ちょっと天気がいいんで雨箱を立つとね、であと三筋がずっと乾燥させていなかったんで、まあ、この朝の時間だけ一回ちょっと乾燥させて甲羅をね乾かそうとやっています。なんか皮膚がちょっとなんか怪しい雰囲気で甲羅が汚くなってきたので、ね、苔が生えてきたんでここで一回ちょっとリセットするという意味でもね、朝のまあ 3、40分、表層乾燥をかけるっていうのがありかなと思っています。でまあそんなこんなでね、ちょっと朝のね、メンテナンス時にこういう感じで細々とやっていって、まあできる範囲でやっていけばいいのかなというふうに思ってますけどね。なのでまあゴールデンフレームはね、もしかしたらもうすぐ入ってくるのかなっていう気がするんでね、入ってきたら楽しみだなというふうに思っています。まあ去年より今年の方がね、良くなるのは間違いないでしょうから、そうなってくれるとね、非常に楽しみが増えるんじゃないかなというふうに思っています。でねこの顔を見るとねすごい顔してるんで、
この模様がね残ってくれるのか、それとも黒い部分が増えてしまって侵食されてねラインが細くなってしまうのか、まあ、ちょっとその辺も含めてね、今後のね成長記録にしたいなっていうのと、まあ、あとは逆に言うとこの個体がねどういう風になるかっていうので、まあ、こういうゴールデンフレームを選ぶとはこういう風になるんだっていう、まあ、道しるべになればいいのかなというふうに思っています。まあ、非常にいいカメなんですけど、やっぱりなんか日本のカメの人たちっていうのはその流行ると一気にガッていくんですけど、流行らないとそんなにガッていかないなっていう印象が強くてね、まあ、もちろん好きな人たちは買ってると思うんですけど、だから赤耳の騒動の時みたいにね、まあ、赤耳規制が入る前にも結構売れてたと思うんで、そう考えると規制が入るっていう情報がないと言ってもですよね、なんでこの辺がもっとガンといかないのかなって、まあちょっとカメがでかくなるとかそういう話はあるとは思うんですけど、このカメはすごい綺麗だと僕は思うんですけどね。なのでまあもっと評価されていいんじゃないかなと僕は、思っています。今甲羅がねソリッドになるやつを、ソリッドオレンジになるやつをね、作ろうとしているという話なんですけどね、まあ、それができたらまたすごいことになるなと思うんで、まあ、レッドベリーに関してはね、今後楽しみなんで、規制が入らないでね、そういうすごいモルフたちがいっぱい入ってきて、僕たちを楽しませてくれるようになると、本当にいいなと思っています。これでね甲羅顔とかね手足模様があって甲羅だけね、まあ、オレンジだったらね、いやすごい個体だと思うんですよねで、まあ、そういうのを目指しているっていうのはなんか情報としてちょっと入ってきているんで非常に楽しみです。で、まあいろいろちょっと色変わりが出ているんでね、アルビノもそうだし、まあ多分また新しいのが出てきたりとかね、クオリティが高いものがまあちょっと買いやすい値段になってきてとかね、いろいろ今年も動きがあると、信じています。なのでそこでねちょっと手に入れることができればね、まあ、非常に楽しい、カメライフをさらに送ることができるのかなと。で、まあ、ちょっと大きい水槽だったり大きい池みたいなのを作ってね、そこで泳がしたら、まあ、非常に映えると思うんですよね。まあ、ただネックなのはその害獣を、ね、対処しないといけないっていう、そこがちょっとねあれなんですけど、ただこういうカメたちが大きくなったのがね、池で泳いでいたらそれはそれで壮観だろうなと思うんでね、ちょっとまあ人生の中でそういうのができるような池を作ってね、まあ、害獣対策を施してたくさん泳いでるのを見てみたいなって気持ちが、ね、少しあります。まあそういうのができたら本当にね、楽しいし、まあ、逆にそういうのを見せることによってね、こういう亀の飼い方があるんだっていうのをね、アピールすることになると思うんでね、まあそういうのができるようにちょっと頑張っていきたいなと思っています。今すごいこの真正面から見るとね、もう甲羅がほとんど黄色に見えてしまうし、肌の色も薄いんでね、なんか何のカメだかわからないぐらいの感じになっています。角度によってねかっこよさが増すということでね、まあよかったらゴールデンフレームまだいると思いますので探してみてください。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。